身長ビヨーン石井学科学生整形外科専門医身長先生こと田辺です。いつもありがとうございます。今日もですね、身長に関すること発信していきたいと思います。身長と合わせた方はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日お話しさせていただくの久しぶりってことで、身長先生に聞けの21番ですね。最近ね、聞け以外のね内容ね配信する機会が多かったんですが、久しぶりの身長先生に聞け、今日大人気シリーズですので、今回もね頑張っていきたいと思います。皆さんもですね、身長に関する疑問がありましたらコメント欄の方にぜひ記載お願いします。ピックアップしながら答えさせていただきます。よろしくお願いします。ということで本日ですね、お話しさせていただくのは身長先生に聞けの17番目です。結構ね前のところなんですけどね、順番に答えていってるので、こちらの方からね10個以上のね質問にどんどん答えていきたいと思います。ということで最初の質問ですね、サムネにもあったと思うんですけども、 K さんですね、毎度毎度お邪魔してますので、ありがとうございます。いつも見ていただいてありがとうございます。筋トレしすぎると身長伸びなくなるんですかっていう質問ですね。筋トレ身長伸びない説、いくつかポイントがあります。まず最初一つ目、これだけ絶対覚えていただきたいポイントとしては、筋トレは成長ホルモン分泌を促します。どっちかというと身長にとってはプラスな側面ですね。そういった意味だと筋トレはグッドってことになりますね。一方で筋トレが懸念される内容ですね、筋トレをすることによって筋繊維が破壊されます。そこに栄養が補充されるわけですね。ここで筋肉が成長して太くなっていくっていうような形になりますので、そういった意味だと栄養ですね、たくさん吸収したのに筋肉がどん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 栄養が持っていってしまわれると身長伸びにくくなるというような形になります。ので伸びる側面と伸びないという側面の両方があることになります。ではどうすればいいかってところなんですけど、2021年の4月の時点ですと、筋トレは自重筋トレであればやっていただいて OK ですけども、高重量を扱うような筋トレは身長先生はお勧めしていません。やるのであれば腕立て伏せとか腹筋とかスクワットとか自重でですねやる程度であればいいでしょうという表現になってまいります。筋トレやらなくちゃいけないってわけではないので、どちらかというと全身運動、サッカーだったりだとかバスケだったりだとか水泳だったりとか、まあ、そういったような全身を使ったですね、まあ、運動をやっていただいた方が、先ほどの理論からするとですね、成長ホルモンをねうまく分泌して筋破壊をそんなに起こさないでっていうところの方が理にかなっているのではないかと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、じゃあこんな感じでどんどんね答えていきたいと思います。はい、次ですね、 A さん、思春期症状が早く出たのに関わらず万熟の場合はありますかってことで、あります。ただし一般的ではないっていう表現ですね。一般的には早く思春期症状が出た人は早く成長が完成していくわけになりますので、一般的ではないです。ただし理論上はありえます。具体的にどういうこと、男性ホルモンが少し出始めた時期なんだけども、そこからですね全然男性ホルモンが出てこないでちょっとしか出なかったりすると思春期症状長くなります。男性の値でも一番出てない人と一番出てる人で6倍7倍ぐらい差があるんですね。思春期症状に入ってからも男性ホルモンがたくさん出てるタイプとあんまり出てないタイプと分かれます。で当然なんですけど、たくさん出てるタイプの方が身長が伸びる期間が短くなりますので、逆のパターンとして思春期症状が早く出たのにもかかわらず万熟の場合とは理論上ありえます。医療介入という形で新規症状を、ね、遅らせるなんてこともやる場合もあるって感じですね。はい、じゃあ次ですね、 Z さん、成長期の期間ってどれくらいですかね。これも超いい質問ですね。まず成長期についてね十分ご理解いただきたいんですけども、ここで指す成長期はつまり二次成長期のことだと思うんですね。いわゆる新規症状が始まってからどれくらい身長が、ね、伸びるかってところなんですけども、二次成長期の期間についてお話しさせてください。一つ目のデータとしては、男性であれば11歳半から12歳頃から思春期の第二次成長期ってのが来て、13歳頃に身長のピークがやってきて、15歳ぐらいになってくるとかなりですね身長伸びが落ちてくるっていうのが表現できるかなと思いますので、そうしますと二次成長期のぐんぐん伸びるのは12歳13歳14歳の3年間程度っていうのはね表現ができるかもしれませんけど、いかがでしょうか。女性であればですけども、9歳から10歳ぐらいにかけて少しずつ身長伸びが上がってきて、ピークってなってくると10歳11歳12歳11歳が特にピークですね。いかがでしょうか。はい、次は A さん、お風呂上がりにストレッチやっています、それと朝起きたらぶら下がっています、これらって毎日やってるんですけど伸びますかってことですね。これも面白い質問ですね。まずは一つ目、お風呂上がりのストレッチなんですけど、私はいいと思います。もちろんね、このストレッチをやったから5センチ10センチ伸びるとかってそういうことではないと思うんですけども、自分の最大限の身長に到達するためにやってらっしゃるということだと思うので、そういった意味ではねいいと思います。筋肉をね柔らかくして寝た方がいいかなと思いますし、あとです、朝起きた時にぶら下がってる、これね個人的にはねかなりおすすめ。エビデンスレベルで言うと当然ねそんなエビデンスが高いような話ではないんですけども、ただし朝と夜ですね身長って大体1センチとか2センチとか全然違う人は3センチぐらい実は身長が違うんですけども、朝の身長をできるだけ高くするっていう側面をね、朝起きたりぶら下がるという効果があるので、最高身長を常に更新し続けるっていうのはおそらく身長にとってもですねプラスになると思うので、実はこれはいいんじゃないかなというふうに思いますけど、いかがでしょうか。次 H さん、睡眠サプリに含まれるギャバ、トリプトファン、L、テアニ、グレシンなどの成長ホルモン分泌に関係するのが詳しく知りたいですっていうことで、詳しくってなってくるとね間違ったことは言うとあれなので、今回ちょっとワンポイントだけ
をお伝えさせていただくと、 GABA に関して言うと副交感神経が優位になっていって睡眠の導入にいいという有名な話ですので、区分が成長ホルモン分泌にとってもプラスに働くのではないでしょうかということになると思います。はい、 G さん、父が高1で150後半から高2来辺から大人になっても伸びて166まで伸びたって言っていました。僕は高1で父と同じ身長なんですが、僕も後から伸びるんですかね。ちなみに母は158ですってことですね。簡単に言うと、まあ、父親が盤石だった場合自分は盤石なのかって質問だと思うんですけど、伸びる可能性はあると思います。期待していただいてもいいかなと思います。ただし盤石が 100% 遺伝するかというふうに言われると 100% 遺伝するものではないので注意が必要になってまいります。次、 M さん、ここ1年間あまり運動できていない中3です。1年間で約2センチしか伸びていないのですが、高校で運動部に所属した2センチ以上伸びることはありますかっていう質問ですね。この質問もね、超面白い質問かなと思います。まず最初に覚えていただきたいポイントは、16歳0ヶ月から17歳0ヶ月まで約 1.5 センチ程度伸びるっていうのが平均的な値になってまいりますので、2センチ以上伸びるっていうのは平均以上に身長伸びるというような形になりますので、身長を伸ばすためにですね、できることをしっかりとやっていくってことが大事だということがね、まず一つお伝えすることになります。あと一般的なんですけども、思春期症状が後半になりつつある年齢ですね。基本的には昨年伸びたセンチの半分ぐらいが期待値になります。昨年2センチであれば今年ですね1センチ程度の身長伸びが期待されるわけですので、そういった意味で2センチってですね、まあ、かなり目標が高いことがわかります。ですので運動部でしっかりですね、運動していただいて、睡眠もしっかりとって、食事もしっかりとって、全力でやっていただいて、年間2センチ成長ですね、目指していただくといいのではないでしょうか。はい、次、 K さん、よく眠れるように寝る前読書をすることは良いことでしょうかってことですけどもね。いいでしょう。ただし基本的にですね、眠れるためにするわけじゃなくて、知識や知恵やですね、先人のですね、いろんな経験を吸収する、もしくは想像力をね、高めるためとかですね、エンジョイするために、まあ、読むようなものですので、まあ、睡眠の質を上げるために飲むってもちょっと変な感じもするかなと思います。ただしですね、スマホとかでこうブルーライト浴びながら読むというよりは紙の読書でやっていただく方がいいんじゃないでしょうか。はい、次ですね、 E さん、柔道部なのですが、柔道は身長に効果のある全身運動に該当しますかってことで、該当します。ぜひやってください。まあ、他に全身運動どんなのが該当しますかってところですね。腕相撲は全身運動に該当しませんね。一方でサッカー、野球、バスケ、水泳、ランニングもいいでしょう。縄跳び、ダンス、卓球、バドミントンもいいでしょうね。まあ、そんな感じの参考になりますかね。ぜひね、皆さん全身運動してください。はい、次、 K さん、身長先生こんにちは。質問があります。先日ヘイトインクリースと調べ、身長について海外の方々が上げている動画を検索していたところ、グロートーラーという音を聞いて身長を伸ばすという動画が出てきました。自分は最初疑っていたんですが、コメント欄を見ると9割5分ぐらいの人が効果があったと書いています。音と身長は関係しているのですか、またこれらの効果について教えていただきたいですってことですね。これねすごい面白いですね。海外の情報ってことで、どんなね動画の内容かなってところで、実際見てみると何とも言えないんですけども、まず最初一つ目のコメントとしては、コメント欄にね9割5分の人もね効果があったと。本当にそういう風にね、皆さんが効果があったのであれば、あなたも効果があるのではないでしょうか。別に海外の人と日本人の人で違うってことはないと思います。ただし一方で、音楽だけを聴いて身長が伸びるかというとちょっとクエスチョンマーク。ただし全くのですね、無音の世界に仮にですね生きるすれば、音楽とかいろいろな音が吸収がですね、いろいろある方が体にとってプラスの刺激になるかなと思いますし、先日ねどっかの動画でもお話ししたかなと思うんですけども、運動するときとかに音楽を利用することによってメンタルが鼓舞されますので、運動のパフォーマンスが上がると思いますし、いい意味で成長ホルモン分泌をね流してくれるのではないかとか、あとリラクゼーションの音楽なんかですね、睡眠の質の向上にもつながる可能性がありますので、そういった意味でですね、音楽を活用してより豊かな人生を送っていただくというのは身長にとってはプラスだと私は考えます。はい、次です。 S さん、オスグッドで骨がボコッと出張っているんですが、これを引っ込めることで身長伸びますかってことですね。18歳165センチ男ですってことですね。オスグッドですね、まあ皆さんもねご存知かなと思うんですけど、すねの心の部分ボコッとなるような病気というような、ね、表現もねちょっと厳しすぎますけども、よくある症状の一つですね。引っ込めることでってことなんですけど、引っ込めるとね、どうやって引っ込めるってことをおっしゃっていただいているのかなというのは疑問がまず一つ目ですね。あとはまあそれを引っ込めたことによって身長が伸びるか、どうだろうな、変わるかしら。はい、次ですね、 Y さん、盤石って高校入っても何センチ伸びるんですかね。この質問もね超いい質問かなと思います。まずはですね、最初のポイント、16歳0ヶ月から最終身長まで約 2.0 センチ程度身長が伸びます。例えばなんですけど、1年分盤石であるというふうに仮定すればですけども、15歳0ヶ月から最終身長まで3センチ伸びるわけですから、1年盤石であれば3センチ最終身長まで伸びるでしょうって表現になりますし、2年分他の人に盤石であれば8センチ身長が伸びるような形になりますので、
ので何年分晩熟か何ヶ月分晩熟かによって答えが変わってくると思うんですけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。 M さん、17歳の女子はまだ伸びますかってことなんですけども、私の方手元にあるデータだと17歳0ヶ月から最終身長まで約 0.2 センチ程度伸びるような形になると思いますけど、いかがでしょうか。はい、次ですね。 R さん、ラストスパートのコツを教えてくださいってことですね。男性であれば16歳以上、女性であれば15歳以上っていうのはね、表現かなと思うんですけども、ここら辺はね、結構もう難しいですね。まず最初のポイントとしては、期待できるですね、最終的に何センチ伸びるか、まずちゃんと計算するところが大事になってきます。結構皆さんですね、一喜一憂しがちなんですね。1ヶ月で1センチ伸びたら、それはすごいことでしょうか、落ち込むべき内容でしょうか。これはすごく大事なんですけども、結構ね、落ち込む人が多い。例えばですけども、16歳からですね、1ヶ月後に身長は1センチ身長が伸びていたとして、1センチしか伸びてない、なんでだって思う方も多いんですけども、実は、1月に1センチペースというのは、年間に表す12センチペース、驚異のペースだということが分かります。意外とですね、1ヶ月単位で考えると、間違って悩んでしまうってことが多いですので、そこら辺をしっかりと認識していただくことが大事になります。例えばなんですけれども、ラストスパートなわけですから、年間で1センチも伸びれば十分だったりすることも多いです。1センチであれば、1ヶ月あたりに 0.1 センチ程度しか変わらないわけですね。実は 0.1 センチでも十分だってことになります。私のクリニックで治療していく場合だと、3ヶ月単位でまず評価していくってところを一つ大事にしています。1ヶ月単位だとね、誤差の方が多すぎて、3ヶ月でもね、もちろんね、誤差がまだまだ大きいので、本当に評価はね、難しいんですけども、少なくとも3ヶ月単位でしっかりと計測していく、そして評価していくっていうところをね、行っていくといいんじゃないでしょうか。あとは、一旦もう身長が止まってしまった、というふうに推定されるような場合ですと、いろいろな刺激を加えてあげるという意味で、例えば前お話しした、ロイヤルゼリー、テセンさんというですね、女性ホルモン用物質が入ってますので、ラストスパート以外の人は基本的に私はね、もうおすすめはしないんですけども、完全に止まってしまったという方に関しては、ロイヤルゼリーのようなですね、物質はですね、刺激物としてはありかなというような気がします。もちろんね、これはね、すごく推奨するとかって、そういった内容ではないので、ご注意ください。次ですね、アイさん、ベッドと布団どちらが身長伸びやすいですかって質問ですね。一概には言えない。あとはほとんど変わらないでしょってとこは次の答え。どちらか選んでくれというふうに言われたら、ベッドでしょうって表現になってくると思います。なぜかというと、歴史的に見てもですね、昔は日本人全員布団で寝てたわけなんですけど、欧米文化が入ってきて、ベッドを選ぶ人が増えてきた。なおかつ、ベッドと布団がね、選べるっていう状況になってくると、結構ベッドを好む人が多い。で、おそらく睡眠の質がベッドの方が区分がね、高いというふうに皆さんが感じらっしゃるから、ベッド選んでるのではないでしょうかね。そういった意味ではベッドの方がいいでしょうという形になると思います。ということでですね、今回ですね、身長先生に聞けん17番目のコメント220件の中からですね、ピックアップして答えていきましたけど、いかがだったでしょうか。今後ですね、身長に関するね、ことをガンガン配信していきますので、皆さんね、身長に関する疑問がありましたら、コメントの方に記載してください。ピックアップしながら答えていきたいと思います。身長美容バイバイ。